有生体、カニミジングモファイヒャソママスティーリアムは、ヒメグモ科のクモである。日本のミジングモでは、個体数の多いもので、アリを捕らえて食べる。体長は、メスで2.0から2.5ミ、mm、リメートル、オスでは2.8から3.5ミ、mm、リメートル、ごく小型のクモであるが、ミジングモとしては、中庸の大きさである。メスでは、東京部は卵形に近くて、 高褐色で、頭部の方が緩やかに盛り上がって黒みがかる。腹部は灰筋色で、背面左右には黒い斑紋が前後に連なっているが、斑紋には個体差がある。全体に黒色の個体もある。オスの色や模様はメスとほぼ同じで、より腹部が小さい。頭胸部は形態が全く異なる。輪郭は円に近いが周囲が全体に急激に高まって、 ほぼ円筒形である。前方では頭部が少し盛り上がり、背面中央の首溝がシワになってくぼむ。ふわしも高褐色で第四脚が最も長い。北海道、本州、四国、九州、南西諸島に分布する。国外では韓国、中国、ロシア、インドネシアから知られる。平地から山地まで広く見られる。 山林や林道沿いから雑木林、草原、公園にまで生息する。この類では、個体数の多い普通種である。深海は、生態が6から9月に見られるとしているが、朝または、生態が秋に出現し、生態で越冬すると記している。草などの間に糸を引いて下がり、近づいてくるアリに糸を投げかけて捕獲する。捕らえたアリは、糸でぶら下がって食べる。 ミジングモは種類によって狙う、アリの種やその幅が異なるが、本種の場合、大型の黒山アリからごく小型の桜アリまで狙い、特に選択性の低いジェネラリストとされる。本種が所属するツツミジングモ属は、日本では6種知られている。そのうちで、キベリミジングモピーフラボマーゲネイトムが全体に本種と似ている。この種では、腹部が黒く、 廃坑の中央に黒くて、幅広い縦半がある。小野編著 P391、ヤギヌマ P34、深海 P108、小野編著宮下 P186。ありがとうございます。